じめまして、富士の森小学校周辺にお住まいの皆様、伏見の青葉整骨院です。整骨院選びでお困りの方、青葉整骨院の患者様の声を一度ご覧ください。はい、肩、腰がちょっと突っ張ってデスクワークが長かったのでちょっと気になってたんですけど、30分ほど見ていただきまして、だいぶ軽くなりました。で、普段からの、ストレッチとかやり方も教えていただいたので実践していきたいと思います。